グループホームで入所されてる奥さんのもとに小規模で来てくれてるご主人が挨拶に来て、よく談笑とかをされてるので、そういう状態で、家族と会える、さらに笑顔を増やせるっていうのは、家族の絆は、できてるのかなっては思います。朝は利用者さんが来られたらバイタルを測って、でその後に、お茶を飲んでいただいて、でその後にちょっと簡単なレクレーションみたいのをやって、でその後にお昼ご飯ですね。でその後ちょっと休憩していただいて、で休憩の後も、オセロとかゲームをしたりとか、その日によって違うんですけど、この間はスタッフがギターを持ってきて、でギター演奏とかやってたりしたので、その後おやつですね。地域に密着しても、小学生とか近所のおじいちゃんとかおばあちゃんが遊びに来たり、子供も遊びに来たりっていう、そういうね施設になったらいいなっていうのが初めの目標で持ってます。ご本人様はもちろん、あとご家族様のご希望や、あと以前の生活ぶりとか、ご本人様がお好きなこととか、そういうものを取り入れられたらいいかなとは思っております。利用者様にですね、お家とまた宿という、もう一つご自分がゆっくり過ごしていただけるところがあるという安心感を持っていただけることが大切かなとは思います。認知症の方だとか、高齢でちょっと体がうまく動かない方とか、多分多くいらっしゃると思うんですけども、問題点を見つけるのは本当に簡単なんですけど、その方のできることとか、良いところに目を向けてケアをしていくと素晴らしいところになるんじゃないかなと思います。それは職員間も同じで、職員の、良いところに目を向けていく、そういう習慣つけていけば全体的に素晴らしい施設になると思ってますので、ご入居者さん、あと利用者さん、スタッフ間で協力体制を取りながらね、やっていけたらなと思ってます。グループホームの方はね、そこがお住まいという形ですので、お家のくつろいでいるような感じが出せたらなとはすごく思っていますので、グループホームが併設しております小規模多機能居宅介護施設になりますので、将来的に施設入居を検討されているご家族様、ご本人様も、安心して小規模多機能のサービスを使っていただいて、訪問、通所、宿泊を組み合わせながら同じスタッフが対応できるということが大きなメリットになるかなと思いますの です、ね、ぜひご利用迷っている方とかいらっしゃったら、見学からでもいいですし、どんなところなのかなと思われる方は一度ご連絡いただいて見に来ていただいてもいいと思いますので、ぜひいらっしゃってください。お待ちしております。